皆さんこんにちは、アダムでございます。さあ、なんと今回はアダム初のデビュー動画ー。さあ、早速ですが登場してもらいましょう。それでは、せーの。さあ、ということで今回ですね、ブレーン株式会社様よりこちらのリガチャ、ですね、エディ・ダニエルズ氏のエクスプレッションズリガチャがなんと届きました。それではこちら送っていただいたエディ・ダニエルズ監修の、エクスプレッションズリガチャシリーズなんでございますが、なんとこちら3種類、ございまして、じゃあまずブルーですね、うん、そしてブラック、こちらなんとカーボン製です。リガチャではあんま聞いたことないカーボン製。そしてこちらみんな大好きゴールドプレートですね、うん、一応この3種類送られてきて、こちらエディ・ダニエルズさんのサイン付きのキャップが付属してくるんですね。指にはめてちょうどいい。そう、これあのこう掴むやつ熱いやつ掴む時とか、うん、いやいやもういきなり違うまあこのリガチャ激戦区になんと皮で勝負してくるっていうラーメンリガチャ戦国時代にね戦国時代激戦すごい変わるな。このエディ・ダニエルズ・エクスプレッションズリガチャなんですけど、実は我々あの4人とももう今こう並べてますけど、先日吹きまして、まあ、それぞれね結構モデルごとの特徴があって、まあ、パッと見て分かるのは色なんですけど、それ以外にもこの形状が全然違いまして、まあ、こういうところでかなり水素感の違いがあって、まあ、面白いのかなっていう、3種類選べるっていうところがまた一つ面白いところだなとは思いました。はい、じゃあこちらのエディ・ダニエルズリガチャなんですけれども、もともとアメリカの口コミで、とても広がって話題沸騰中のリガチャなんでございますが、こちらなんとですね、いよいよ日本初上陸でございます。イエーイ。実際エディ・ダニエルズさんはもともとジャズのクラリネットの奏者の方なんですけれども、一応クラシックでもジャズでも演奏できますよと、結構マルチな、ね、リガチャなんですね。こちらそしてこちらなんと特許をですね通っているんですね。湿度と気候に左右されにくいらしいですね、革が丈夫な作りそうな感じがしますね、うん、そしてこちらプレートが 3種類あるんですけれども、こちらがですね14金メッキプレート。金メッキみんな好きですからね、サックスの人は、うん、もう金メッキ好きですよ、ね、サックスといえば金ですね。でこちら結構珍しいんですけれども、こちら黒いレール、こちらがですね、カーボンファイバープレート。最近楽器ケースとかでは流行ってるカーボンファイバーなんですけど、いよいよリガチャに来たかと、そういった感じでございます。それでは最後、こちらブルーですね。こちらがブルーアルマイトプレートですね。アルミですね。このネジもね、ちょっとちっちゃいっていうのもあって、半分ぐらいだよ、もうネジのサイズが。青だけね、ネジのサイズが半分ぐらいちっちゃいんですよね。金のネジは相当でかい部類にリガチャーかなりでかいですね。というわけで早速吹いてみましょう。レッツゴー。
それでは吹いてみましたけれども、どうでしたか？じゃあ孫から、はい、どんな感じでした？そうですね、僕はなんかクラシックを吹くときは金属のリガチャを使うことが多くて、逆にジャズのときは僕革のリガチャとか使ってたんですけど、なんかこれってやっぱりどっちの要素もあるなっていうか、革もあるし金属も触れてるっていうところで、なんかそこがすごい面白いなと思いました。個人的には、まあ、青が気に入ってます。なんかレビューしないで、なんかそれでは、奥くんどうですか？そうですね、僕も、まあ、バリトンで試したんですけど、この青のやつが一番もう取り扱いが良くて、まあ、音色的にはこのカーボンとゴールドフレットの方が重厚感はある感じなんですけど、コントロールの面でやっぱりこう青が一番こう取り回しが良いというか、コンパクトに自分のやりたいことができるので、これが一番好きだなと思いましたね。やっぱこのネジのサイズとリードの設置してる面の形状っていうのが、まあ、大きく影響してるんじゃないかと思いまして、まあ、カーボンとかも非常に新しくて面白い素材なので、ぜひ皆さんに試していただきたいとは思います。じゃあシーサーさん、僕もですね、ソプラノトテナーで吹いてみたんですけど、個人的に好きなのはこの青ですね。みんな青なっていうのも、純粋に息がスッて入って軽くなってくれるので楽だなって思ったのと、このカーボンの方はちょっと僕は音がマットになるかなっていう感じがしていまして、この14金プレートの方なんですけど、こっちは音がやっぱキラッてなってくれるんですよね。だから僕の好みとして純粋に息がスッて入って音が鳴ってくれる青が僕は好みでした。僕はでもやっぱりカラー的には僕は青がすごい好きなんですけど、でもやっぱりこう使ってる楽器とかにもよって変わってくると思うんですけど、音の作りやすさとかはやっぱり僕ゴールドプレートが一番良かったかなと思うんですよね。まあ確かにこうアルミ製なのでブルーの方はコントロールとかすごくしやすいんですけれども、音の統一感というのがこう楽器とこう一本化されたという面では
ぱり僕ゴールドプレートが一番良かったです、ね、うんうん、やっぱりそれぞれね、あの楽器で合わせて吹いてみるとすごいこの3種類と面白いかもしれないですね、うん、一般的なこの缶のみたちよりやや大ぶりな感じはします。うん、うん、豪快な感じはするかな。このレールが結構分厚いんですよ、ね、うん、楽器につけた時かっこよく見える。かっこいいんですよ。トライってなるよね。見た目大事ですか。見た目大事。そうそう、ソプラノからハリソンまで、まあ総合的にこのカーボンとキメキは割とちょっとこうパワフルな感じ、華やかで重厚感のある感じで、青の方は軽やかで割とコントローラブルな感じが強い印象はありますよね、うん、全、ね、全種類、うん、という感じですかね、うん、ぜひ皆さんも試していただけたらと思います、はい、それではこちらのリガチャ、10月14日日本初販売、初販売でございます。皆さんお手に取ってぜひ吹いてみてください。ということで、本日は初めてのレビュー動画でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。他も待ってます。一番汚い。メリケン作品、ダチこっち来て、その楽器にはめてるやつをさ、はい。あ、こいつドアップいらない、こうやって。もういい？はい。どこか厚く称されます。